2月24日の開戦当初は押され気味だったウクライナ軍だけど、西側諸国からの兵器供与によって徐々にロシア軍を押し返しているみたいだね。そんな中、ウクライナ軍がハイマースを使って、エルソン市からクリミアへの鉄道を攻撃したという情報を入手したぜ。この鉄道はロシア軍が補給路として使っていたものだね。それを撃破したということは補給が断たれたロシア軍はかなり苦境に陥っているんじゃないかな？白旗を上げてくれれば良いのに、と思っちゃうよね。さて今回は、ウクライナ軍クリミアエルソン市鉄道を攻撃したことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2月24日、ロシアがウクライナへの侵略を開始してから早くも6ヶ月目に入ったよね。ロシア軍が戦力を集中して最重点目標に掲げていた東部ドンバス地方の占領については、ルハンシク州はほぼ制圧したんだけど、ドネツク州では戦線が停滞している模様。その北側のハルキウ州の州都であり、ウクライナ第二の都市であるハルキウを守り抜いたウクライナ軍は、ロシア軍を自国の国境方面にまで押し返しているよ。さらに南部ヘルソン州では、ロシア軍はドニプロ川ドニエプル川を渡り、一時はムイコラーエウ近郊まで迫ったんだけど、西側諸国から供与された長射程ロケット砲や榴弾砲を使用したウクライナ軍により、ドニプロ川方向に押し戻されつつある様子なんだって。その高スペックと戦果によって一躍有名になった高機動ロケット砲システムハイマースはアメリカからウクライナに供与された兵器で、この兵器によってウクライナ軍は、ドニプロ川西岸に溶かしたロシア軍部隊後方の軍物資弾薬や砲弾などの集積施設や、補給路への攻撃を続けているみたい。8月3日にはヘルソン州の州都ヘルソン市と、ロシアが実効支配しているクリミア半島を結ぶ重要な補給路である鉄道を攻撃していて、この結果鉄道は使用不能になったということをイギリス国防省が SNS 上で公表しているよ。これらの他にも8月1日ヘルソン州ドニプロ川東岸のロシアの支配下にある鉄道駅付近で、ロシア軍の貨物列車を攻撃して破壊したと言われており、続いてヘルソン市とドニプロ川東岸を結ぶアントニフスキー橋を攻撃して通行不能にしただけでなく、ドニプロ川東岸にもハイマースなどの攻撃で兵站施設や補給路の破壊や損傷を継続しているぜ。こうした南部でのウクライナ軍の攻勢には、さすがのロシア軍も慌てただろうね。実際、主力を集中していた東部戦線から部隊を南部に移動させて防衛に当たらせていると見られているんだけど、この動きによってもともと停滞気味だった東部戦線の進撃がストップし、ウクライナ軍が反攻に転じる動きを見せているんだ。ロシア軍が東部ドンバス地方の前線全体に激しい砲撃を加えていると8月9日、ドネツク州のキリレンコ知事がテレビ番組で語っていて、その際、ドネツク州内は相変わらず緊迫した状況が続いていて、ロシア軍の砲撃と空爆は止まらないが、その戦果は少なくドネツク州は未だ制圧はされていないと発言しているよ。ウクライナのアレストビッチ大統領府長官顧問は東部のロシア軍が攻勢に出ようとしているのをウクライナ軍は抑えている。場所によってはウクライナ軍がロシア軍を包囲する可能性さえ見せているとした上で、北東部のハルキウからドネツクに向かうウクライナ軍が前進を続けていて、ロシアが占領していた町や村を奪還しながら北東部の要衝イジュームに迫っているとも明らかにしたみたい。また、8月3日ウクライナ軍参謀本部がドネツク州の最新の戦況を発表したんだけど、北西部から同州バハムート市への侵攻を企てたロシア軍を、ウクライナ軍が押し戻したと報告しているよ。詳しい内容だけど、ロシア軍はバフムートから 30km ほど離れた村落西側から攻撃を仕掛けたものの、進撃できず前線から退却したこと、バフムートを包囲しようとして北方や東方からも侵攻しようとしているけど、どの方向も同じような状況、つまりロシア軍劣勢とし、現在も一部地域で交戦が続いているということだったんだ。参謀本部によると、ウクライナ軍は東部から侵攻してくるロシア軍への反撃態勢を整えており、西側諸国からの供与による強力な重火砲攻撃でロシア軍に多大な損害を与え、進撃を食い止め、後退させているということだな。バフムートの他にドネツク州アウディーユカ市攻略を企てたロシア軍に対しても反撃し、相手に多くの損害を与えた上、退却させたと言っているようだぜ。前述のようにウクライナ軍は西側諸国から供与された新兵器の威力のおかげで、兵器や弾薬の備蓄に関してはウクライナよりはるかに多いロシア軍の猛烈な砲撃に対抗しているよね。それどころか、時間経過とともにロシア軍を沈黙させていることや、戦車などを破壊していることが明らかになってきたしね。ウクライナ国防省の発表によると、2月24日の侵略開始以来最近まで、ロシア軍戦車1802両を破壊し、4よろず1900人以上のロシア軍兵士を殺害し、4051台のロシア軍装甲車など軍用車両の他にもロシア軍機223機、
ドローン744台を破壊したとしているよ。アメリカ国防総省のカール国防次官の8月20日の記者会見での発言では、ロシア軍の戦死者と戦傷者を合わせた数は7万人から8万人と推計される。これまでにロシア軍が開戦時にプーチン大統領が挙げた目標を何一つ達成できていないことは特筆すべきだ、という見解を示したんだ。そして、アメリカ国防総省でもロシア軍は今までに4000台近い装甲車両を失っていると推測していることも公表したよ。ウクライナへの支援はこれからも続くようで、アメリカ政府はウクライナ20億ドル約1350億円規模の追加武器支援を行うことを発表しているな。多大な戦果を上げているハイマースの砲弾や地対空ミサイルシステムナサムスなどを追加供与することを決定しているし、これによって昨年1月バイデン政権発足以来、ウクライナへの武器支援総額は約98億ドル約1兆3200億円にまでなる計算ということが明確になったよ。アメリカの支援は良いんだが、その不足分を日本に要求してこないかと心配になるよな。杞憂なら良いんだが、ウクライナでは西側諸国の支援によって軍が強化したのは言うまでもないけど、これまでロシアに占領された地域では、パルチザンが活発に動き始めているという現地のニュースもあるようだね。それが本当なら、地下でのゲリラ活動だし、うまくいけば効果的だよね。ロシアは東部や南部の占領地域で形だけの住民投票を行ってロシアに編入させようとしているようで、数ヶ月前に9月頃に実施と検討していると発表していたんだけど、ここに来てウクライナ軍反攻の気配を危惧したのか、8月中にも実施する動きを見せていたよ。この動きに対して、占領地のパルチザンが住民投票阻止計画を立てているということを、ロシア軍に制圧された南部メリトポリで一時ロシア軍に拘束されていたイヴァン・フェドロフ市長が、アメリカのニューズウィーク紙の電話取材で明らかにしているんだ。市長は地元のパルチザンや特殊部隊、情報員が妨害行為を行って、ザポリージャ州やヘルソン州でロシアに直接編入するか、あるいは東部ドンバス地方のドネツク州、ルハンシク州と同様、傀儡政権人民共和国を設立させるのを阻止するために活動するみたい。さらに、ロシアは8月中に住民投票を実施したいと絶望しているらしいが、それは不可能だろうともフェドロフ市長は主張しているよ。というのは、7月から8月かけての2週間、メリトポリの住民を対象にロシアを支持する意思を持つ者がどれぐらいいるのか聞き取り調査を行った結果、現在メリトポリに残留している市民のうち、ロシア支持者は全体の 10% にも満たなかったからという理由があるからなんだって。それだけでなく、ロシアはこのメリトポリ以外の南部占領地域においても、東部のように住民の支持は得られてはいない。特にメリトポリでは彼らの旗色は極めて悪い。ロシアは占領地域での支配を強固にするために、地元に残る住民を弾圧し、恐怖を与えているとも言っているよ。その上で、ロシアは投票を1日で終わらせず、1週間かけて実施しようと考えている。方法については投票所を設けるのではなく、担当係員が住宅やアパートを直接訪問してその場でお前はロシア人になりたいかと尋ねる方法を取るだろうと指摘したんだ。市長はこの方法なら、ロシア当局が嘘や脅しによって投票結果をどうにでも都合のいいように操作して、占領地域の独立を宣言させ、ロシアに併合することができるだろうと述べ、こういった不法な投票を阻止するパルチザンの動きに期待していることを伺わせているね。個別訪問でロシア軍兵士が数人を仕掛けてきたら嫌です。ロシア人にはなりませんなんて拒否できないだろうしね。文字通り、命がかかることになるだろうし。ロシアの言う住民投票の結果を国際社会が認めることはないだろうけど、それまでにどれぐらいの血が流されることになるのか、ウクライナ市民だけではなく、ロシア軍人も含めてだけど、その事実をプーチン大統領は想像してほしいよね。それじゃ今回はここまで。よかったら、チャンネル登録してね。